ます。始まりました。まあ大好評の番組、うんね、始めていってますけど、多分大好評のちょっとねプチ炎上系の番組となっておりますけれども、うん、この番組はですね、私たち2人が特ダネ記者となって毎回ゲストの方をお呼びして、実践中にそのゲストの方の他では聞けないマル秘トークを引き出そうという番組になっております。はい、全6回ありまして、この6回の合計いいねの数に応じて私たちがボーナスをいただけるという企画になっておりまして、はい、さらに全6回の中から最も多くいいねを獲得したゲストの方にも同じ額のボーナスをプレゼントという企画になっております。はい、ということでじゃあ早速ゲストの方をお呼びしましょうか。はい、はい、今回のゲストこの方でございます。待ってました。あーついにお邪魔します。はい、現役 JK こと現役事故警備の宇佐美ペロリナでございます。ようこそペロリナちゃん。いやもしかしたらここの現場が地獄かもしれないんですけど、大丈夫ですか？いやね、もともと初回にお声掛けいただいてたんです。そうなんですよ、1回目のゲストでね、うん、はい、はい、なんですが、ちょっとね、ゼウスの妨害で、ああ、そうなっちゃったか、妨害されちゃったか、妨害されちゃったか、ないね。で、野郎さんがね、いろいろ、そうなんですよ、暴露する羽目になってしまったから、羽目にね、すいません、野郎さん、申し訳ございませんでした。もうね、動画も結構上がってるんで、拝見させていただいたんですけど、大丈夫ですか？はい、俺様的には、お二人と共演したいがために、お引き受けさせていただいてるんですけど、大丈夫ですか、うん、今日だけなんかみんなで仲良く実践しよう。いや、仲良く、仲良いですよ。でもね、ちょっと聞きたいことしかない。そう、仲良くお話を聞きたいなって、うん、そう教えてほしいなっていう、はい、なるほどですね、実践メインじゃダメだと、はい、実践はワイプです、全部実践はワイプです、ワイプでいいです、はい、じゃあ、分かりました。もうなんか NC とかは、はい、そうですか。まあそうですね、NG があったら俺は遠慮なく P 使わせていただきます。ああ、はい、でも、はい、P って書いてあるんで、ね、ちょっとね、でも最悪私たち P ついてるし、ペロリナちゃんだけね、あ、 P ね、 P だからね、私たちが聞ければ私は満足、はい、あ、まあ、例の件とかねありましたからね、本当聞きたいことしかないので、はい、容赦なく聞かせていただきますんで、はい、本日一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。並び打ちで仲良く打っていきたいんですけれども、はい、今回の、はい、機種は、まあ、過去にも打ちましたね、うん、エヴァンゲリオンの汗の方向の方ですね、はい、こちらで、まあ、まあ、おまけなんで、まあ、当たれば、まあ、まあ、当たってもそんな気にしないで、当たったなくらいの感じで、はい、わかりました、そんな感じで打ってきます。はい、さあ、それでは早速いろいろと聞きたいことがたくさんあるんですけど、はい、まず軽めのところ、軽めのところ、はい、触りから、ね、ペロちゃんの触りのところから、はい、だんだんと、はい、なんか気になったんですけど、出身地が、はい、埼玉県あたりの地獄、そうなんです、かっこ埼玉県所沢市って書いてあるんですけど、所沢市、所沢じゃんっていうね、所沢の地獄なんですよ。所沢に地獄があるの、はい、そう、地獄は世界中にあるんです。そうなんだ、はい、そうなの、じゃあこの辺にもこの辺ありますよ、怖い、怖いな、落ちるかもしれない、落ちる可能性ありますよ、いつでも。地獄ってこう落ちる感じ、地下にある、そうですね、下です、地下のさらに地下です、怖いな。そこのじゃ警備員ということで、あ、そうなんです、警備員としてやっているということで、はい、はい、そんなペロちゃんなんですけれども、はい、ね、アクマがパチンコ人生始めたのはなんでなんですか。もう大人気のペロちゃんですけれども、今や全然人気とかないんですけど、もともと、いや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 、趣味でパチンコとかスロットは打ってたんですけど、ある時プロモーションっていうか自分の宣伝も兼ねて、趣味でニコニコ生放送、まあ、いわゆる生主やってたんです。へえ、そうなんだ、はい、生主やってたら、とあるパチンコスロット媒体の社長さんからお声掛けいただいて、うちでスロット番組やらないみたいな、スカウトだこと言っていただいて、きっかけはそんな感じですね。そっか、今は、はい、こう
タレント活動とこういう実績系、はい、まあ、これどっちもこうやられてる感じで。そうですね、もともとパチンコライターとかパチスロ演者になりたいなって思ってこの業界を目指してたわけではなくて、どっちかというとやっぱテレビタレントとかこっち方面をずっと目指していろいろやってきて、で今もそのタレント活動とかもやりたいなと思いつつパチスロ番組にも出させていただいててって感じです。おー、でもなんかあのなんだっけ、相、はい、席食堂、あー、はい、ね、すごいよ。いやー、あれは本当にラッキーで、もう俺様レベルが出れる番組じゃ本当なかったんで。いやいやいや、さっきなり声かかってみたいな。そうなんですよ、ちょうどあの大阪に引っ越して2年、3年ぐらいなんですけど、引っ越して割とすぐぐらいに、あのちょうど相席食堂って関西ローカル、そうなんだ、確かそうで、で相席食堂を普通にプライベートで見始めてたところで、おうおうおう、めっちゃ面白い番組だなって思ってたところに、ある時ピーカッと言って安いですか、これ、まあまあ、まあ当たってもおかしくないよね。また当たるかもしれない、当たるかもしれない、当たった、当たりました、早い早い早い、あれ無視してもらって無視ですか、はい、次行きましょう、はい。それである時、うん、普通に仕事を受けてるメールフォームに相席食堂からメールが来て、びっくりするよね、本当にあの浮きましたね、鉄が浮きみたいな、それで直接オファーいただいて出させていただけることになりましたね。15回転でした。早かった。戻るんですけども、はい、そもそも地獄警備員って何ですか？あの名前の通り地獄を警備する警備員です。これなんでこういうのが思いついたんですか？そう思いついた。確かに。あるじゃないですか。職業、はい、地獄でも多分ありますね。うん、勝れるものがないんですよ。他の方とかに。なんで武器がないって言えばいいですかね。いやあるだろ。武器がないんで。悪魔はでも業界にいないじゃないですか。いない枠に入ろうと思ったら、パチスロ業界、はい、まあ、でもその前から悪魔でその前から一応悪魔ではいたんですけど、まあ、確かにいない、はい、なんで悪魔のまま、最初は実は仮の姿と悪魔両方で、あの吉祥坊さんとかに出させていただいてたんですよ、なんですけど、まあ、途中からやっぱ悪魔一本で行こうとなって、こういろいろね、あの、はい、タレントさんとして声優、それこそ声優さんとか、あの歌手活動だったりとか、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、なんかこう、何が一番こうやりたいというか、ああ、軸にしたいとかあるんですか？やりたい、何が一番やりたいか考えた結果、これゲームだったんですよ。どれでもない、今言った。どれでもない。ゲームやりたいなと思って、プロゲーマーになりたいなって、いいね、悪魔の威力系じゃん。ゲーマーいないよ、その業界に多分。いやって思ったんですけど、あのプロゲーマーってやっぱ10代とかの子が、あ、若い、あ、そうなの、若い子がすごくて、なかなかやっぱ5万18歳なんですけど、今俺、まあ、大先輩だもんね。そう、やっぱ5万歳超えてからやっぱ厳しいものがあるのかなとか。え、ね、だけど、まだないっしょ。え、全然、うん、あります。いや、ないとは思うんですけど、本当にやりたいことはちょっとゲーム、まあ、少なくともプロ目指すまでもゲーム実況とか YouTuber としても、もうちょっとこれから頑張りたいなとは思ってたりしますね。あとはやっぱりテレビに出れたいですね。ああ、なるほど。テレビタレントをもともとずーっと目指してたんで。え、でもねえ、もういけるよ、そんな知名度もあるし。全然、やっぱりなんか今なんだかんだネットの時代とはなってると思うんですけど、自分の中ではやっぱり、やっぱテレビの影響ってでかいなって、やっぱそれこそ相席食堂とかに出てもその影響のでかさは実感したんで、私ね、いわゆるタレントっていうと芸能人とかっていうと、もう
ね、テレビに出てる人のイメージじゃないですか、うんうん、なんでそこはやっぱり今でも目指したいなと思ってますね。なるほどね。え、ゲームとかおさりされないんですね、あんまり。あ、すごい好き。ごめんなさい、ちなみに右打ち終わって、あ、そうです、左打ちでした。え、ちょっと早くない？めっちゃ回転数早い。すごい、こんな。え、すごくない？いや、そんなに当たるもんじゃない。そうですよね、大地球だから。上手上手、すごい。やったー。時短っていうんですか、時短中に当てないと、ラッシュ中にまた当てるとラッシュに入りますね。そうですね、うん、ちょっと惜しかったね、だから。あ、そうなんですよ、ちょっと惜しかったかな。確かに、ちょっと、ほんとむちゃくちゃ全速抜け後すぐじゃないですか。あと、もう、ね、多分ボリュームとかもあったと思うから、3回転ぐらい、106回だ。うわ、さあ、ということで、うん、はい、本題の本題本題本題フリってどうなりました。めっちゃストレートに来ましたね。めちゃくちゃストレートに来た。まあそうですね、うん、結婚公表して間もなくだったかな、うんうん、そんなに経ってもないうちに不倫騒動になったんですけど、うん、まあ話はついてます。話はついてるというのは、うん、もちろん夫婦間でもあるんですけど、うん、その不倫相手の女性とも話がついてる。話がついてますね。スペシャルみたいな。あ、はい、いただきました。なるほど、はい、そこはちゃんと、もうやっぱりそこはちゃんとやらないとね。不倫相手の方にも、あ、まあこういう責任を分かってて、もちろん結婚してないとは知ってないわけないんで。絶対知ってる、知ってますからね、はい、確信犯ですから ね。え、しかもさ、私コベコベさんのやつ見たんだけどさ、はい、自分なんか、あ、そうなんですよ、ありえない、自分からさ。そうなんです。あ、コベコベさんの見てないな。で、奥さんがバレて告発するとかわかるんだけど、うん、自分から相手が誰か見てから。あ、でも確かにコベコベさんって全員そんな感じだもんね。そうだね。あ、そう、告発みたいな、うんうんうん、なんか不倫相手の方が、うん、自ら告発をしたことによって世間に知り渡ったので、うん、で意味が分かんない。何が目的だったの？まあ、本当に自爆だと思うんですけど、何かしらの衝動があって言っちゃったけど、本人はやっぱめちゃくちゃ後悔は。あ、そうなんだ、してるんだ。そりゃあそうですよ ね。だってそれが原因でやっぱり不倫関係も終わっちゃったわけだし。悪いよね、普通に考えたら。おまけに慰謝料も取られて、いいことないですから。でもなんか逆に、え、あ、当たった、当たりました、当たりました、おめでとうございます。そうだよね、だってまず不倫、まあ暴露するしないにしても、やっぱり、はい、不倫したら、不倫した後に幸せになってる人見たことないね。正直な、だからでもすごい好きでさ、うん、向こうが、だから、はい、まあ、どうにかな、別れさせようじゃないけど、そういうのもあったのかな。あ、それもあったのかもしれないですよね。え、全然怪しいなみたいなのなかったの？それが全く分からなくて。上手なんだ。いや、本当にでも、本当にすごい大事にしてくれてるなとしか思ってなかったの。そうなの。びっくりだ。いや、そうですね。ただ、まあ、やっぱりかーみたいな、もともと女好きというか、まあ、っていうのはちょっと了承しているところはあったみたいな、はい、感じだったんで、なんか逆にめちゃくちゃ女好きそうじゃない人から不倫される方が、まあ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 、超ショック受けてたかもしれない。確かにね、はい、そういう人もいますからね。そっかそっか、意外性はそんなないみたいな、はい、なんで、まあ、体勢は割とついてた。あー、もうそんな晴天の霹靂ほどではないから。そうですね、やっぱり、まあ、まあそうかみたいな、はい、もちろんショックではありましたけど、すごく、ただまあやっぱりかっていう感じでしたね。だから私すごい、ほんと素晴らしいと思って。え、いやだって、はい、辛いじゃん。いや辛いですね。いやもう絶対辛いのにさ、はい、謝罪動画も一緒に出てさ。そうだよ。あ、でも あの動画に出演した経緯は、でまずは不倫のショックとかよりも
どうこの騒動を抑えないといけないかなっていうの方が頭を先に回っちゃって、今会社の人とも向こうのスクープTVさんとも話とかして、どうしましょうこの騒ぎどうしようってなって、でまあ会社の方針としては、夫活動休止とかにさせるつもりはないという意向だったんで、だったらもう早くこの騒動を沈めないといけないから、謝罪動画に多分私も一緒に出た方が早いと思います。すごいな、えらい出た感じです。こうなんかネクシーみたいな感じはなかったんですか？あ、もうなんかそっちよりも、とにかくとりあえず騒ぎを沈めなきゃの方が知名度が高いだけに、なんとかしなきゃみたいな方が勝っちゃったみたいな。はい、こう寺井さんはどんな感じだったんですか、その正座して。いや本当にごめんみたいな、そんな感じだったと思いますね。難しいですね、これはなんか2人の関係でしかわからないのかもしれないですけど、本当に多分好きではいてくれてる、恋愛感情ではまだ好きでいてくれてるはずなんで、本当にまあその理性が効かなかったことをしてしまっただけなんだろうなっていう感じの理解って感じでしたね。まあ、正直不倫なんてめちゃくちゃしてると思うんですよ、あの誰でもっていうか。まあでも8割はしてると思う。8割、うん、2割はしない人いると思う。そうですよね、もちろんいる人もいると思う。でも多いと思う、してる人の方が。もちろんペロちゃん的にはどっからが浮気というか不倫だったんですか？そうですね、まあでもめちゃくちゃやきもち焼きなんで、2人でご飯とか行くのも、ちょっと嫌だなとは思いますけど、でも別にご飯行くぐらいだったらまあ2人きりで、はい、いいの？本当に嫌ですよ、内心嫌だけど、まあ別にそこはいいかな。ただそこからどこまで、もうそれご飯以上のことですよね。ご飯以上のことしたらもう嫌です。手つないでご飯のところ行ったら、もうありえないありえなくないですか、それは。それは付き合ってるわそれはありえないです。ご飯はじゃあテレイさん、ご飯2人で、女の子2人こういうことがあったのに、はい、2人で行くの大丈夫ですか？まあご飯ぐらいならすごい。でも信用とかって意味ではどうですか？できます？いやでもさすがにこの間に騒ぎがあったから、もう本人もこれ以上騒ぎになるようなことはしないんだ。まあ相当もう次多分こういうことがあったら多分かなりしんどいと思う、状況的にはもう。そんなにそこまでリスクは負わないんじゃないかなっていう意味では。まあ確かにリスクがますますでかくなるから。そうですね、でも嫌だなと思います。あの一件以来 GPSあ、なんか寺井さんがツイートしてるの見ました。はいはい、今でも。あ、GPS 今見ればどこまで、はい、どこにいるか見えます。今どこにいますか？今。見てます。今どこにいるか。そういうの私やったことないから気になる。どんな感じで表示されるのかとか。なんかでも大きい施設とかに入られたら何階にいるとかは。あ、さすがに分かんないけどこの施設にいるよみたいなの。あ、でもこの建物にいますっていうのは分かるんだ。分かりますね。すごい。パチンコワンダーランドさんにいます。熊本ですね。どんな感じで表示されてもいい。この、はい、こんな感じです。あ、ここからいるいる。あ、いるちゃんといるちゃんといる。これが今私がいるとこ。え、相手も、相手わかるの？わかります。はい、わかります。お互いみたいな。注意してますね。で、拡大。結構この Google マップの。わ、すごい。詳しいぐらい。いるいるちゃんと。すごい。パチンコやってる。ちゃんとやってる。やってましたね。よかったです。きっかけとかってどんな感じだったんですか？ご飯行きませんかみたいな。多分向こうはめちゃくちゃで声かけてたと思うんですけど、2人は浮気とか不倫とかされたら絶対に許さないですか？絶対に許さない、絶対許さない。そうですよね、うん、
あとなんか一番反響があったのは愛席食堂ですか。愛席食堂ですね、圧倒的に。まず放送開始後に行ってた。すごい。